皆さんこんにちは、ドッキュン大好きニンニンです。今は足柄 SA ですかね、抜きてお風呂入ってきました。お風呂のある、あと休憩もできるサービスエリアになってます。人工炭酸風呂使ってるんですけど、休憩スペースとかも結構あって、マッサージが無料だったり、本が無料で読めたりとか、あと今日はもう最終日ということで、もう忍者の服は着ないで、ちょっともう変化の術で今日変化してるんですけど、またここ静岡県なんですけど、あと、まあ、もう少したらもう神奈川突入って形でお家に帰ろうかなと思ってます。久しぶりのお家なんで、ラブレターがまたたくさん溜まってるんですかね。皆さんラブレター送っていただいたとは思うんですけど、ニンニンじゃなくてニンコ大好きとか、そういうのがいっぱいあるんではないでしょうか。で、なんか郵便を止める方法も教えていただいたんで、長旅行くときは郵便ちょっと止めてみようかなと思ってます。どうしてかというと、その多分千数ぐらいラブレター来ると思うんですけど、その千数ポストに入らないんじゃないですかね。帰った後にまた四国についてどうだったかとか、そういうのを語るんじゃないかなと思います。皆さんたくさん今までの四国の動画とかも、10泊の動画とかもいろいろ見てくださって本当にありがとうございました。動画の方が良かったら、動画の評価とチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。あとお土産じゃないんですけど、静岡県の安倍川餅を購入したんで、これ食べます。食べ方が分かんなかったので、きな粉の上にきな粉を乗っけて、あんこの上にもきな粉乗っけました。これでいただきます。きな粉からわらび餅に近い感じですかね。あんこの方いただきます。あんこの方が美味しいですね。中にお餅が入ってます。柔らかいお餅で入ってて、きな粉のっけっていうのが正解なのか分かんないですけども、すごく美味しいです。